ウールカーヌスは、ローマ神話に登場する日の神。ムルキベルとも呼ばれた。後に、ギリシア神話の単ヤ神、ヘイパイストスと同一視される。ウルカヌスとも表記され、英語読みのバルカンでも知られる。ロームルスあるいはサビーニ人の王、タテウスが信仰を始めたという。祭日は8月23日のウールカーナーリアであった。ウールカーヌスの神話は、 ほとんどがヘイパイストスのものであり、独自の神話は残っていない。ウールカーヌスの語源には複数の説があるが、どれも確実なものではない。一般的に受け入れられているのは、レーダー語のバーカス、輝き、アベスター語のバルカ、力、エネルギーと同じインドヨーロッパ祖語に由来するというものである。バーカスは、ウールカーヌスと同じ日の神アグニア太陽神、スーリアの持ち物であるとされた。 他には、エトルリアの神、ウォルカヌスに由来するという説、全ギリシア文明期のクレタ島の神、ウェルカヌスに由来するという説もあるが、どちらも意味的、神話学的に、ウエルカーヌスと共通点がなく、偶然の一致である、可能性が高い。また、オセット人のナルト女子史に登場する単野神、クルダレゴンの方言型カードルウールゴンを分解して得られる、ウェルガンには、 オオカミという意味があり、そしてウールカーヌスと音声上一致するという説もある。しかしこれにしても、ウールカーヌスがタンヤの神であるのは、ヘイパイストスに関連付けられて以降であり、ウールカーヌスと、オオカミとは、何の関係もない。東ローマ帝国の歴史家ヨルダネスは、著書、ローマ人において、ガリアの単ヤ神を指して、ウールカーヌスと呼んでいる。 アイルランドのゴブニュやウェールズのゴバノンと同源の、現在では、名前の失われたガリアの単野神に対して与えられたローマ名が、ウールカーヌスであるとも、単に、ローマのウールカーヌスがガリアを接見した、結果、元来のガリアの単野神は消え去ったとも考えられる。ありがとうございます。